SNT モーティブは韓国の重機と自動車部品のメーカーである。その重機は韓国軍のほとんどの前線部隊に装備されている。韓国、中国、アメリカ、ポーランド、メキシコ、インドに製造工場を置く。旧社名は大宇精密工業 S&T 大宇 S&T モーティブ。前身は大宇財閥の軍事装備品や防衛化器類を 開発製造する中核企業の大部精密工業であり、現在は S&T グループの中核企業の一つになっている。S&T グループは S&T モチーフ、S&T 重工業、S&T 貯蓄銀行などが中核企業となっている。S&T モチーフは長年間、K1 サブマシンガン、K2 ライフル、K3 k 機関銃、 K4 高速榴弾機関銃、K5 ピストル、K7 小音サブマシンガン、XK8、ダー2 1ライフル、s ス1 2自動散弾銃、K11 スナイパーライフル銃、K12 狙撃ライフル、K14 狙撃ライフル、戦車や艦船用の種駆動装置なども製造している。S&T モチーフは2010年あたりまでは、 防衛産業メーカーのイメージが強かったが、今は自動車部品事業の売上高の割合が全体売上の85%を超えるという。特に、ヨゼフ t k キム c e o 時代に大幅構造改革が行われ、防衛産業の一本柱から、防衛産業、自動車電装事業、電動モーター等部品事業の三本柱に事業拡大を行い、自動車モーター、 電子伝送製品、ドライブユニット、エンジン、トランスミッション、シャーシ、エアバッグ、自動運転サポート部品などの自動車関連設備と部品を製造する中核企業として成長した。防衛産業は海上と陸上の精密火器と先端駆動装備に集中することになり、抗耐急性と高精密を実現した先端火器類をはじめ、 K-1-4 スナイパーライフルなど高精度ライフル、各種ピストル、機関銃、狙撃用ライフル、電子誘導近距離榴弾など火器類のフルラインナップを備えている。その他、海上戦艦用連射砲装備システム、陸上戦車用駆動システム、ヘリコプター搭載用空対地狙撃システムなどがある。これらの火器類と装備類は、米国、東南アジア、 中東などに一部の国の国防省でも採用している。自動車電装事業、電動モーター等部品事業は、現代自動車、ルノーサムスン自動車、トヨタ自動車参加のメーカー、ホンダ技研工業参加、メーカー、ゼネラルモーターズ、メルセデス・ベンツ、ロバート・ボッシュ、BMW、フォルクスワーゲン、フォードモーター、ポルシェなどで採用している。2011年には、 120cc から 300cc 級の二輪車製造をメインとする鈴木有三具モーターズを買収し、社名を S&T モーターズとして子会社に編入したが、2014年には S&T モーターズをコラオグループに売却した。2019年3月には子会社である S&TC の株式を持ち株会社である S&T ホールディングスに売却した。 1981年12月に大雨財閥の子会社の大雨精密工業として設立された。当時はソジン、大雨ブランドで小銃やアップライトピアノ、グランドピアノを製造していた。1977年に大雨財閥が買収した李修氏の楽器工場、ソジンはもともとギターを生産していたが、1976年に アップライトピアノの生産を開始した。1980年から1991年にかけて、ダイウは、ソジン、ロイヤル、デートロン、ダイブ、シェーファーサンズ、シャーマイクレー、クラインなどの名前でピアノを輸出した。1986年に、ダイウ精密工業は自動車部品の製造に進出し、1989年には電子ピアノの製造を開始した。 1990年には、アップライトピアノ13,452台、グランドピアノ2,364台、電子ピアノ2,120台を生産した。1991年、イブ製密工業は、ドイツのピアノメーカーであるイバフ派の株式を33%購入し、ソジンの製造設備を中国企業に売却し、イバフ派の機械に入れ替えた。レナアクションや、 デリニエレストプランクなどの部品を使用し、より高水準のピアノを生産した。1991年、中国、栄光市の東北工ごとと提携し、中国東北部の遼寧省の良質な木材を使用したアップライトピアノの生産に協力した。1996年には、グランドピアノの生産にも協力した。1992年12月、 大宇精密工業は韓国証券取引所に上場した。1997年、大宇精密工業はピアノの生産を中止し、東北工ごとに設備とデザインのほとんどを売却した。デザイナーや技術者の一部は東北工ごとに移籍した。大宇財閥の破綻を受けて、2002年2月に分社化され、2002年3月に韓国の株式市場に再上場した。 2006年6月に S&T ホールディングスが株式の大半を取得し、2006年9月に S&T ダイユに社名変更した。2012年3月には S&T モーティブに社名変更した。2018年のデラックスコリアでは、韓国の法執行機関の要求に基づく 9mm リボルバーと韓国軍との契約の可能性がある。 AR-10 タイプのライフルの開発を発表した K2 ライフル K3K 機関銃 K7 消音サブマシンガン。ありがとうございます。